こんにちは。こんにちは。わら10個ありがとうございます。ありがとう。わら、ありがとうございます。こんにちは。なんかいつもより髪長く見える。嘘。なんでだろう。でも前髪がすごいなんか一気に伸びた気がして、よくわかんないけど、なんか昨日よりすごい長くなった感じがすごいしてる。まあ多分そうでもないんですけど。すごいすっぴんって感じの顔ですね。こんばんは。こんにちはか、まだ。あ、油揚げありがとうございます。何や。油揚げ。かわいい。やっほー。雪玉ごっこありがとうございます。ありがとう。ありがとう。こんにちは。こんにちは。月とも。ハート10個ありがとうございます。ハートたくさんありがとうございます。ハートありがとうございます。今日はねスタバの新作を飲みました すごい今更感すごいけど、スタバの新作をやっと飲みました。美味しかった。とってもやっぱ桜って美味しいですね。なんか去年も飲んで今年もすごい迷ってて、そうでもスタバのチケットがすごいお家にいっぱいあったのでちょっと使わなきゃねってことで行ってきました。そうなんかドライブスルーもあったんですけど、すごい並んでたのでお店で買った。お店の中でちゃんと買いに行きました。初見の方ありがとうございます。 SK48 チームエースのしがるづきです。ありがとうございます。そう、福袋を買った時にスタバのチケットが入ってて、600円まで610円ぐらいまでの券みたいなのがついてきてて、そうすごいんですよねそれ。
プルを使って飲みました。あ、凍ってる油揚げありがとうございます。凍ってる油揚げ凍っちゃったって。キャワタン、ホットアイス、アイスです。アイスや、アイスのやつ。新作はアイス派寒くてもアイス飲みます。新作は1個前のチョコレートのやつは飲んでなくて、抹茶も発売日に飲んだんですよ、アイスを。でアールグレイも発売日に、確か発売日がちょっと過ぎたぐらいにアイス飲みました。そう、チョコレートの時期寒くてもう飲めるような感じじゃなかったからちょっと見送りました。寒かった。月玉久しぶりにコーラ飲みました。コーラって美味しいよね。私瓶に入ってるコーラが好き。瓶に入ってるコーラってめっちゃ美味しく感じません？なぜか分かんないけどすごい好き、瓶に入ってるコーラ。そう、それでなんかスタバのチケットで買おうと思ってチケット渡して普通に頼んだんですよ。そしたらなんかまだお金が余ってるからなんかカスタマイズできますけどしますかみたいな、すごい優しい店員さんが聞いてくれて、あ、じゃあなんかお願いしますって言ってチョコチップ入れてくれた。女の店員さん可愛かった優しい。そう、なんかまだなんかできますけどみたいな言ってくれて、優しい。優しいよね。こんにちは。キラキラスマイル。瓶のコーラね、でも最近見ないですよね。なんかあれじゃないですか、たまにご飯屋さんとかであるよね。今回の新作は見送ろうと思ってたのでちょっと飲めて嬉しい。今すごいめっちゃ顔がさ全体的にオレンジ色なんだけど、何事ですか。ちょっとリブなんとか、太陽光かな。でもカーテン今日開けたんですよ、久しぶりに。部屋のカーテン開けたんですけど、さっき閉めたんだよね。私部屋のカーテン開けない派だからすごいあれなんですよ。今日も顔赤い日かと思った。違うんです、最近すごい失敗した出来事があって、なんかなんていうの、大きい大人用みたいなマスカラじゃないですか、これぐらいの。それをつけるときになんか結んでたの。
で大きいマスクだけどちょっとピヒッとするように結んでたんですよマスクを。でそしたらなんかマスクの肌荒れみたいになっちゃって、それで赤いんですよ今ほっぺ。そうこれでちょっと良くなってきた。最悪ですもん。なんでマスクを変えたんでしょう。なんかいつもと違うマスクにしたらなんか一瞬で肌荒れして、いやなんやこれみたいななってる状態。悲しい。なんか最近毎日パックしてるんです夜寝る前に。やっぱいつも使ってるマスクしか勝たないんだなって思った。いちごジュークありがとうございます。ありがとう。いちご初見の方ありがとうございます。あれかな、海外の方かな、もしかして。 SK48 チームエースのしぐれづきです。ありがとうございます。ありがとう。そう最近マスクを一回変えただけでなんかっていう感じですね。もういつも使ってるマスクしか使いません。もう今後そういう変えようとしちゃダメなんだっていうのを学びました。学びました。セブに考えたらチークいらず。確かに。でも私チーク塗らないんだよね普段。チーク塗るの好きじゃないから。チークなんか持ってるけど家にある、自分の部屋にあります。普段はチークつけない派。そうなんかね TikTok、 そうなんか更新されてた知らぬ間に。なんか見てください。なんかねみやまるがねあげてた、私とみやまるのやつ。なんか別に使わないと思ってずっと手振り続けてたらまさかのそれが使われてたっていう結末なんですけど、見てね。久しぶりに TikTok に顔を出しております。石黒月です。そう二人でやってると、まあこれ使わないだろうなと思ってずっとこうやって手振ってピースとかしてたらなんかそれになってたあのね眼差しの衣装、見てね。そう待ち時間に撮ったんですよ。開演時に撮ってた。多分開演してなかったかな。開演ちょっと前、開演10分前ぐらいに撮ってました TikTok を。そう急になんかみやまるが TikTok 撮りたいって言い出してなんか映ってた。キラキラスマイル。
テロップ出てんじゃん。今気づいた。そう、昨日東海ウォーカーが発売されたんですけども、お家にありましたありました、ありました。皆さんぜひゲットしてください。ゲットしてね。コンビニとかにあるんですかね。前アミと乗せてもらった時はコンビニで買った気がする。でも今回本屋さんで買ったって言ってた。ララポートだっけ。そうです、今回ね4つ行ったんですけど、1つ目がなんか結構有名の、有名なん、なんどういうお店だっけ、あのね、なんて言うんだろう、なんかカフェみたいなところで、フルーツサンド食べました。なんか選んでいいよって言われて選んだ。で2つ目がなんかスーパーみたいなところで、フルーツジュースとなんかパンとおにぎり選んでいいよって言われて、おにぎりとパン選んだんですけど、パンはあのすごいいっぱい買いましたいっぱい買いました。マネージャーさんが買ってくれました。ごちそうさまでした、マネージャーさん、美味しかったです。で移動して3つ目がなんかういろうのお店みたいなところだったんですけど、ういろうグラトーストみたいな感じで、めちゃめちゃ美味しかったです。そこ、私はグラトースト食べたことなくて、人生で1回も。ですごい食べてみたかったんですけど、なんか自分で頼む、なんて言うんだろう、勇気がなくて、いつも頼んだことなかったんですけど、そう、美味しかった。で次、最後がネコネコ食パン来ました。美味しかった。ネコネコ食パンはね、めっちゃふわふわでした。パン超美味しかった。もう美味しすぎて、めちゃめちゃ美味しかった。ういろうの気になる。ういろうね、なんかあれでした。なんか私が撮影した時はなんかまだやってない時期みたいな、この日からこの日までは営業してませんよみたいな日に行ったんですよ。だから今やってるのかな、わかんないけど、多分やってると思います。ネコネコ食パンはなんかすごいザ・モーニングみたいな、一番最後に行ったんですけど、すごいモーニングメニューみたいな感じで、めちゃめちゃ美味しかったですよ。食パンもあったし、なんかサラダとかスープとかもついてきた。美味しかった。美味しかった。そう、ネコネコ食パンはね美味しかったです。どこだあそこ、ララポートの港アクルス店のフードコートの目の前だった気がするフードコートの目の前にありました。めっちゃ美味しそうだった。なんか食パンもいろいろあるし、なんだっけあれ、チョコレートのなんかわかんない、あのねチョコレートのお菓子みたいなのもあった。あとチーズケーキがすっごい美味しそうでした。猫の形した、めちゃめちゃ美味しそうだった。買えばよかったって思ったぐらい美味しそうでした、チーズケーキ。美味しかった。
そう、どっちのララポートにも確かゴンチャがあったよね。ゴンチャありました、ありました。30分だったら終わります。こんにちは、こんばんは、こんにちは、こんばんは。初見の方ありがとうございます。 SK48 チーム S の石黒ゆずきです。ありがとうございます。休みの日は何してるんですか？休みの日ですか？最近はドラマ見ることにハマってます。でもドラマ見たり寝たり YouTube 見たり音楽聴いたりしてる。最近あれが好きです。あのね、どこだっけ、好きなんか、あの曲があるんですけど忘れちゃった、思い出せない。そう、今度リカさんに CD 貸してくださいって言ってるんですけど、リカさんがずっと持ってきてくれないんですよ CD を。そう、貸してあげるって言ってくれたんですよリカさんが。そうなんですけど、ずっとまた忘れたっていう繰り返しをしております今。そう、リカさん貸してあげるよって言ってくれたんだけど、そう、また忘れたって、そう、また忘れてたってなんだっけ、あれだ、ドエイオーエトセンナロッポンギ駅でっていう歌です。可愛いのよその歌、聞いてみてほしい。ビヨーンズの曲、こういうやつ、駅でって。聞いたことあるかな。私好きなんですよその YouTube でよく見てるの、お風呂入ってる時によく見る。東映大江戸線の六本木駅で抱きしめてっていう長い、ちょっと長めのタイトルなんだけど、そう、その曲がすごい好きで、そう、それを聞くのにハマってる。こんにちは、やっほー。そう、リカさんが今度持ってきてくれるらしいです私に会うときに。明日お仕事で一緒なんだけど、タイミングが。リカさん忘れてないでしょうか、忘れてるんでしょうか、とっても気になります。楽しみですね。なんか私普段 Apple Music で曲聴くんですけど、よくあの Apple Music に入ってないのよその曲が。入ってないから、あのあれなんですよ、入ってないから聞けないの。だから CD をまあ買うか借りるかしてパソコンから入れたいなと思ってるんですけど、そう、だからリカさんに貸してもらおうと思ってあれだったんですけど、ちょっと毎回忘れてるっぽいので、ちょっと今回は忘れてるか忘れてないか。でもこの間ユニット公演の時にあったんですけど、リカさん貸してくださいって言ったら、ああまた忘れてたって言ってたので、ちょっと今回こそはきっと大丈夫かと思っております。わかんないけど、わかんないけど、
初見の方ありがとうございます。 SK48 チームエースの石川由紀です。ありがとう。ももクロさんのこの歌好き。いいよね、この歌っていう曲が一番いいよっていうぐらい好き。聞いてみてほしい、ももクロさんのこの歌って曲。カタカナね、カタカナでこの歌ね、聞いてみてほしい。本当に良き良き雪玉10個ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。バラ一つありがとう、ありがとうございます。ありがとう。キラキラスマイル、キラスマイル。明日からね、そう再販が始まるみたいで、現地でトーク会の小用地フラグのトーク会がの再販が始まります。ちょっと後でまたメールで送ろうかな、モバメで送りますね。ツイートもしないと。だるまありがとうございます。凍ってるやつありがとうございます。ありがとう。やっぱすごい黒い服着てるからかな。だってこれ持ってるとそうでもないから。うん、こうしとこう。30分になった。そろそろこの辺りで終わりにしたいと思います。ちょっと今日は早くて申し訳ないんですけど、明日も見てください、ショールーム。バイバイ、ありがとうございました。バイバイ、またね。バイバイ、明日お仕事頑張ります。バイバイ、ありがとうございました。バイバイ、またね。ありがとうございました。バイバイ。